はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。今日はですね、先日購入したこちら、アモーレパシフィックの商品名がスキンライトセラピー2ってやつなんですけども、こちらもう3週間ぐらい使用しているので、この商品のレビューと、あとおすすめの使い方のご紹介をしたいと思います。先日購入したメーカーが、メイクオンで、商品名がスキンライトセラピー2ってやつなんですけども、これね、見ての通りめちゃくちゃ小さいんですよね。で、顔に当てる部分もこれぐらい小さくって、すごく小回りが効きますよね。で、1回の使用が3分なんですね。で、こう1分ごとにピピってなって3分経つと、もう電源が切れるので、もうとっても使いやすいです。で、こちらはですね、この LED の美顔器になっています。これ今オレンジ色なんですけども、3種類 LED があって、でブルーとオレンジと赤なんですけども、ブルーが水分ケア、オレンジが肌の活力をアップさせてくれるそうです。赤が弾力ケアができるということ でこの微弱電流が流れるんですけども、赤がね一番強いです。なので、なんかね、ちょっと肌が荒れてる時は赤が痛かったりするんですね。なので、シートパックの上からやったりもします。使い方なんですけども、2種類あって、でおすすめモードはですね、今ちょっと化粧してるので、化粧してないこの首でやりますね。3秒当てると、あ、これあなたにはオレンジのケアがおすすめですってことで、こんな風に勝手にお肌をね、こう診断しておすすめのモードを選んでくれるんですね。そういうモードもあります。で、自分で勝手に、この青がいいなとか赤がいいなっていう風に使うこともできます。はい。で、この LED がお肌にどんな効果があるのかというと、さっきも説明したように、青は殺菌効果もあると言われています。この黄色と赤は、肌に弾力を与えてくれるそうです。私今ビタミン C とかペプチドとかの美容液を使ってるんですけども、そっちも肌の張りがアップする効果があるので、それプラスこういうのも使ってるので、ペプチドとかビタミン C とかの相乗効果もあって、肌の張りがアップしてるなっていうのはすごく感じます。で、肌の張りがアップすると、こうたるみ毛穴が目立たなくなるような気がするんですね。大人になってからのこのたるみ毛穴って、肌の弾力が失われたことによって毛穴が目立つんですけども、要は張りがアップするので、毛穴がなんか収縮してるっていうか、目立たなくなってるような気はします。はい。で、何よりもこれ3分で終わるので、めちゃくちゃ簡単で、私今朝晩使ってます。はい。今回は、シートマスクの上からしようと思います。まず電源を入れて、青いライトでします。これで、3分かな、わかります。青いやつは水分だったかな、ちょっと待ってください。ブルーの LED は肌表面の保湿膜をしっとりと強化で、水分量 98% アップ、使用直前。おお、水分量がアップするそうです。シートマスクの上からだと全然痛くはないです。今ピピって言ったの1分です。
痛くも。今2分。目元とか保水力アップしたいのでちょっと多めにやろう。はい、シートマスクが終わったので、このペプチドの美容液を塗りました。なので次がクリーム塗ります。で、このメイクオンはスキンケアが終わった後に、するってなってるので、一応ですね、全部のスキンケアを終わらせてからこれ使います。はい、クリームまで終わりました。はい、はい、なので次はオレンジの光でやります。ちょっとまあ途中だけね。オレンジの光はで、イエローの LED は肌の活力アップ効果がありますということです。あ、オレンジ全然痛くないわ。赤だとね結構ピリッてしたりするんですけど、イエローも青も全然痛くならない。これ微弱電流が通ってるので、こう口元とかすると銀歯とかあるとなんかうわって感じがします。こうよくあのなんていうの、歯が浮く感じはします。たった3分なのでめちゃくちゃ簡単です。で、顔が終わったらもう1回3分を使って首にもします。もちろん首にも使えます。はい、でこれ使い方なんですけども、スキンケアが全部終わった最後にこれを使いますと。なので、化粧水、美容液、クリームの後にこれを使うことになります。私が好きなやり方なんですけども、シートマスクの上から青いライトでやるとこの肌の赤みとかがだいぶ落ち着くんですね。それはね結構びっくりしました。で、このシートバックした後クリームを塗って最後に赤いライトでこれをやったりします。で、赤いライト一番あの電流が強くて、たまにねやっぱピリッと痛かったりするので、その辺はもうすぐ痛かったら避けるとか調整してやった方がいいと思います。で、もちろんこれは首にも使います。で、ペプチドのクリームとかを塗った後にこの首にも全然もちろん使います。こういう美顔器はもう使い倒してなんぼですから、暇だったらこの手の甲とかにもやっちゃっていいんじゃないですかね。はい、これですね、私 Q10 のアモーレパシフィックの公式ショップで買ったんですけども、クーポンがあって、これ本当は 19,800円ぐらいなんですけども、すごい値引きされて 15,000円ちょっとで買えました。新ラメーゼ店で見たことがあって、これ韓国に行った時今度買いたいなと思ってたんですけど、もしかしたら免税店よりも安いかもね、そういうクーポンを使うと。なので Q10 のアモーレパシフィックの、公式ショップ
いろいろクーポンなんかを使ってみたら安くなったのでおすすめです。はい、では動画が面白かったよって方は高評価の方をチャンネル登録もお忘れなく。はい、ではまたパジャマ姉さんでした。